はい、おはようございます。トティのたけし農場です。9月3日にね、保護しました猫の様子です。で、一番最初にね心配したのが、哺乳瓶から、ミルクを飲まないということで、まあ果たしてね、この子がもう離乳食みたいなのを食べられるのか、まだミルクじゃないとダメなのかもよく分かって ないです。でちょっと心配してたんですけどね、今朝あたりからお皿からねペロペロとミルクを舐めることができるようになりましたので、当面ね脱水症状とか、栄養失調で餓死するっていうことはなさそうです。で、目もね見えてそうなので、まあ よくね栄養失調で目が見えなくなる捨て猫なんかはねそういうのが あるらしいんですけど、今のところね、うちの猫は大丈夫そうです。でまあもうちょっとね、様子を見て、まああまりね元気にならないようでしたらば、まあ近所のね犬猫病院ありますので、そちらに連れて行こうかなと思ってます。で今日9月の5日月曜日なんですけど、ネットで調べましたらね、近所の犬猫病院は休みでした。ガチョーン。ですからまあね 2,3 日ちょっと様子見て、だんだん元気なくなるようだったらちょっと連れてって、まあどう育てていいかっていうのもね先生に聞いてこようかなと思ってます。結構ねYouTube なんかですとね、ガツガツこうミルクを飲んでいる動画 見るんですが、この子はあまり飲みません。ただ自分がいないとき皿からねペロペロやってるかもしれないんですけどね、自分が見てるときはあまりね、がっつく様子はないんだよね。でまあこのまま放置しますとね、いずれ餓死するか、イタチの餌になっちゃうかなんでね、まあとりあえずうちの段ボールハウスで、餌を与えてみたいと思います。縁あって、まあ、うちで、引き取ることになったんだけど、うまくね育ってくれるといいですね。はい、そういうことで、はい、今日の決めポーズ、はい、万歳。はい、そういうことで、今日で3日目、3、4、5、2日目か、2日目の猫の様子でした。もうちょっとね動くといいんですけどね、ちょっと静かちゃんですね。はい、そういうことで、3日目です。あ、2日目か、2日目です。よし、ダンボールハウスに移します。よっこいしょ。